お邪魔しまーす。アリさん、明けましておめでとうございまーす。あれ、何やってんの？あ、どうも、アッサラムアレイクム、明けましておめでとうございまーす。本年もどうぞよろしくお願いします。そうだ、アリさんはイスラム教徒でしたね。ところで、日本人ならみんなこの時期初詣神社に行くと思いますが、アリさんはイスラム教徒だから行ってはいけないんですか？神社に行ったらダメなんですか？あ、そうですね、私にとっての崇拝の対象はこんな感じでイスラムなんですけど、神社もお寺も別に行ってもいいんじゃないかなと思ってます。そこで偶像に向かって崇拝行為をするかしないかはまた別のこととして、実際日光の東照宮や東京の浅草の浅草寺や京都や奈良のお寺や神社にも多くのムスリムの観光客の方が来てますよね。神社やお寺も他の宗教の人は入っちゃダメなんてことは言わないですし、日本のモスクでも他の宗教の人でも普通の日本人にとっても、例えば東京ジャーミーなど特にもう観光地みたいになってますよね。で、お互いの共通性と違いを知った上で交流するのってすごくいいことだと思います。イスラム教に改宗した著名なアメリカ人モハンマド・アリーさんもこの風に言ってられましたよね。人に必要な正しい教えは水のようなもので、雨や湖、川のように形や場所が変わっても本質的には同じなので、どの宗教も尊重します。人類史の中でアブラハム様、ブッダ、お釈迦様、孔子様、イエス様など様々なところで様々な形でこの教えはアップデートされてきましたよね。本当にどれも素晴らしいと思います。ただ私たちムスリムは道の教えの最終バージョンが1400年前のアラビア半島に生まれた預言者ムハンマド・サラララフ・アレヒワ・サレム、ムハンマド様に託された啓示がアップデートの最終版だという解釈なんです。で、コランにもこのように記されておりますので、ちょっとご紹介させてください。本当にコランを信じる者、ユダヤ教徒、キリスト教徒、ザビア教徒でアンラーと最後の日を信じて全方に勤しむ者は彼らの主の身元で報酬を授かるであろう、彼らには恐れもなく憂いもないであろう。なるほど。少子化で人口減少が進む日本と比べて、ますます人口の増加が見込まれていて、今世紀中には世界最大の人口になると言われているイスラム教の人たちとうまく共存していきたいですね。はい、私は若い頃、チベットのラサでお正月を過ごしたことがありました。チベットはご存知のようにチベット仏教が多い地域ですが、実は中国には回族といってイスラム教徒の方たちも非常に多く住んでおられます。で、チベットの都、ラサの町でも中国人やチベット人がお正月休みの時、イスラム人、ムスリムの方たちの海賊の方たちは普通に働いておられて、それぞれの民族の休日が別々なのも社会の運営上、経済的にもとても合理的で素晴らしいなと思いました。今はコロナで移動の制限がありますが、これから日本も多様化が進んでいくでしょうから、イスラム世界とも共通性と違いをよく認識した上でうまく共存できるようになればいいですね。バラカラフィクサンパイジュンパイラギホダハフィースアラオハフィースサラームアライコム。